諸区では諸葛亮が上将の地位についたとか。ふん、義弟が追わすというのに職弟だの上将だの戦勝が過ぎるものよ。孔明、君が羨ましいよ。できれば俺も諸区の軍師の一人としてその手伝いをしたかった。上将就任にあたり、皆に言っておきたいことがあります。職務を全うするためには、まず人の意見を聞き、異なる意見も検討してください。あなたたちは自身が有能であるという自負も矜持もあるでしょう。だからこそそれが難しい。私の知る限り、そういったことを迷わずに行えるのは我が旧友条件直ただ一人でした。もしあの時に戻れるなら、俺は やはり同じ選択をしただろう。それが俺の甘さだ。俺は孔明にはなれない。上将殿、陛下がお呼びだ。分かった、もう少ししてから伺おう。だが伝えておいてくれ。俺は検索できない。いつも通り話を聞き意見を言うだけだと。ああ。